2回にソロ本塁打を浴びて、オープン戦4度目の登板で初めて失点。ツインズ、レイズ、オープン戦、日本時間21日フォートマイヤーズ。ツインズの前田健太投手は20日、日本時間21日、フロリダ州フォートマイヤーズで行われたレイズとのオープン戦に先発し、6回途中4安打6奪三振1、失点だった。オープン戦で初めて失点したものの、メジャーで初となる開幕投手に向けて順調な仕上がりぶりを示した。ツインズの開幕投手に決まっている前田。初回は2つの三振を奪い、3人で片付ける立ち上がり。2回1死からブロソーにソロ本塁打を浴びて、オープン戦4試合目の登板で初めて失点したが、許したのはこの1点のみ。3回には西から連打で1・3塁のピンチを背負ったものの、後続を打ち取った。4回はフランコをカーブで見逃し三振に仕留めるなど、三者凡退に。5回もピンとケリーを連続三振に仕留めるなど3人で切った。6回もマウンドに上がった前田は、先頭のマルゴを夕頃に仕留め、続くアロザレナに不全安打を浴びたところで降板。昨季までオリックスでプレーしたアルバースが2番手としてマウンドに上がった。前田は5回1、3を投げて4安打1失点、6三振を奪う好投だった。